受動光ネットワークとは、一本の光ファイバーを複数の加入者で共用するために用いられる、高信号の多重化システム。ネットワークの構成方式に注目して、PDS とも呼ばれる。GE ポーンを採用する、B フレッツハイパーファミリータイプ用、オヌ n NTT が使用している光クロージャ中央の白いトレーが、光スプリッター通信事業者側に設置する、終端装置と、 電線上の光クロージャ内に設置される光スプリッタ加入者側に設置する光ネットワークユニットで構成される光ファイバの分岐に用いられる光スプリッタに受動素子を使用するためスプリッタは小型で電源が不要なのが特徴 SS 方式と比較すると複数の加入者で光ファイバーやオルトを共用するため物理コストの低廉化と回線の使用効率の 向上を実現することができる。アオン方式と比較すると、オルトオーヌは、やや高価、複雑になるものの、スプリッタを無電源化、小型化、メンテナンスフリーにすることができる。そのため、システム全体でコストを低廉化することができる。アオンと、ポンの比較自分割多重、自分割多元多重、波長分割多重、交付号分割多重や、動的帯域制御を用いて、 信号を多重化して伝送している。石英蛍光ファイバの伝送特性の都合から波長帯域はむね1200ナノメートル帯から1500ナノメートル帯が利用されている。オルトからの下り方向の通信は光ファイバを共有するすべてのオーヌに届くため、オーヌはパケットのヘッダーを見て自分宛のパケットのみを受け取る仕組みになっている。ただし、 宛先情報を詐称することにより他のオネ宛のデータが傍受されてしまう可能性があるため上位レイヤーで MAC セキュリティなどを用いてデータを暗号化している。フルサービスアクセスネットワークと国際電気通信連合が共同で制定した企画と米国電気電子学会が制定した企画の2種に対別される。略称は 一般的に用いられている表記を記載したが、実際にはハイフンが省略されたり、ハイフンの位置が異なる表記も多く用いられている。ありがとうございます。